いよいよです、福岡戦、今控えている状況ですけれども、こう週末に向けてこう気持ちって今どんな状況ですか、状態ですか。そうですね、まあでも、うん、今までと変わらずこの大事な1試合っていう意味合いなんで、まあ、特にもちろん、モチベーションとかそういうものは高いですけど、それはまあ本当にこの前の試合もそうでしたし、っていう意味では、大事な試合の、まあ、1試合っていう位置づけなんで、まあ、変な気持ちの入り方とかではないんで、まあ、本当にいつも通りっていう気持ちで入りたいなと思います。これまでのチームの準備っていうのも、その平常心がないですけれども、いつも通りの準備ってやっぱりできている感じですか。そうですね、本当に、毎週毎週その試合のため向けてやってるトレーニングなんで、そこに関しては特に、変わりはないかなというふうに感じながらトレーニングしてます。梶川選手はプレーオフ、長崎で経験してますけれども、どういった舞台なんでしょう。そうですね、まあ、あの時は、まあ、6位で、まあ、勝つしかないという状況で、まあ、今と同じ状況なんですけど、まあ、やっぱりかなりアウェーな感じの中で、まあ、ただ本当に勝つしかないという気持ちで臨んだんで、特に変な緊張はなかったですし、硬さというのもなかったんで、まあ、それは今のチームも、トレーニング見ている限り変わりなく、まあ、本当に勝つためにみんなが取り組んでいるなという印象なんで、まあ、その気持ちのままぶつければいいかなというふうに感じます。クラブとしてはここ数年勝負どころでこうなかなか勝てなかったりとか、勝ち点を取れなかったっていうところが来ている中で、この前の徳島戦なんかもそうですけれども、京都戦なんかもやっぱりこうしっかり取れるチームになってきてるのかなっていうふうにこう見てる人たち感じてると思うんですけど、この中でやってる選手たちってその辺ってなんか感じてる部分あるんですか。そうですね、まあ、ただまあ山口戦落としたりだとか、まあ、そういうところはあったんですけど、まあ、そこから引きずられずに、まあ逆にしっかり引き締めた中で、まあ、試合の中でも本当に厳しい声っていうか、まあ、いい声も含めて、選手の中でこうしっかり自分たちでやろうっていう声は出てますし、まあ、そういうのが本当にいい方向につながってるんじゃないかなっていうところと、まあ、本当に若い選手がアグレッシブに戦ってくれてるんで、まあ、そこをうまく、バランス取りながら全体で戦えてるんじゃないかなと思います。いつも応援本当にありがとうございます。大きな声援がやっぱり選手の力になっているので、福岡戦も、ぜひ現地へ全員で戦って、また、決勝に戻ってこれるように全員で戦いましょう。応援よろしくお願いします。